はい、どうもアンダーソンです。ちょうど緑からね戻ってきたところです。それではね、七色野草曲、神々ですけどね、今回は今度は黄色にちょっと行ってみようと思いますよ。前回も言った通りね、暖色の赤で寒色の緑ときたので、ちょっと暖色のまた黄色の方に挑戦していこうと思います。ピラミッドっぽいね、なんか。そうね。全くだ。なんちゅう関係性や。ちょっとだけね。さてさて、今度はどんな恐怖が待ってるんでしょうね。3?あ、なるほどね。なんとなくこういうことだと思うんだ。赤で止まっちゃダメってことか。なんでこいつこんな歯出てんのかな。シグナル追加。うお。タイミングが少しずつ違うんだな。何が怖えって、毎度あれなんですよね。どのダンジョン行く場合でも説明が少なすぎる。やれやれ。これは分かりにくいな。
スカク。黙っちゃうね。あぶね。うそ。そりゃね、さじげん。嘘なんで？びっくりした。読み込みの問題か。あれも焦る。多分普通に Windows でやってる分には何の問題もないと思うんだけど。よう。え？何それ？あれにも当たったらあかんよことかいな。これは難易度が上がったなんてもんじゃないね。顔してやがんな、おい。これ手ごわいな。どこに行けばいいんだ。わからんな。おお、びっくりした。そんな近くにおんの。これ戻るだけですよね、多分ね。難しいなぁ。これ編集も大変だろうな。エキスト。まったく。簡単に脱出させちゃくれんじゃろうの、いつもの通り。射殺。どうやって？それは簡単でいきますよ。あ、そういうこと？これはあれでしょうね。難しいにしたら東方みたいな弾幕が来るんでしょうね。簡単でもこれか。わあ、びっくりした。おお、かい、やったぜ。やったぜ。思いの子早く済んだ。
やれやれ。なんであいつずっとロープレのおっさんみたいな喋り方してるんですかね。ようわからんけど。さあ、なんとかね、黄色をクリアすることができましたので、今日の配信はこれで終了とさせていただこうと思います。またね、次回以降もね、続きの色をね、クリアしていこうと思いますので、見逃さないようにチャンネル登録等々よろしくお願いいたします。それでは今日のプレイはこれで終了とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次回の配信でお会いいたしましょう。さよなら。